ほんと食べ放題だよ、やっぱ食べ放題だよね。なんであんの、何考えてたのよ、千鳥。千鳥今で一。はい。食べ放題のみいただきます。これはいいよ。俺が食べ放題で、こっちは単品で頼んで。俺は単品でいい。ダメだよ、それ。なんで？なんで？あの、一緒にやんないと。そう。ここじゃ別会計にして。え？ここ一人で別会計にしてんだ。じゃあ、別々にならないとダメだよ。ダメだ、ダメだよ。じゃあいいや、単品で頼むわ、俺。じゃあ、そうしな。うん、OK です。はい。はい。じゃあ、一緒にやっちゃって。お前2貫ずつ頼んだから、うん、お前適当に、うん、あおばあちゃん最強だから、あのおばあちゃんいいね。すげえいいキャラ。じゃすいません、お願いします。はい、カニ味噌とカニ味噌、1貫に担当しましょうか。あ、全部2貫で2貫ずつ、はい、おかけ別々で、あ、別々で一緒でいいです。ビントロカニ味噌、ビントロ、はい、卵、はい、シャコ、シャコ、サバ、シャコ、サバ、ズワイガニ、はい、あと縁側、縁側、はい、それでとりあえず、はい、はい、ありがとうございます。合流したいよ。しばらく新宿いんの？しばらく新宿、いや、もう明日から、いや、今日の夜からもう神奈川に、もうゆうくんちとか、おお。で、3日になったらもう福岡行くんですよ。なんでまた福岡なの？ほんと喫煙ダメだっけ？あそこ、あそこ、どこですよ。Thank you.
鮭のハラスの焼き物です。ハラス焼き、ハラス焼き、はい、はい、お願いします。ハラス焼きはカメラロジクールにしたんだ。ロジクールした俺も買い直した。あ、無理、やっぱロジクール最強だよね。そうね、そっちの方がいいよ。これ型新しいの買ったの、これダメ、カクカクで。それ正解だわ。それゲーミングパソコンだよね、そのパソコン。そうそう、重いぞ。めっちゃ重い、うん、これで片手で持って、片手で、うん、おはようございます。神奈川何時頃行くの？こっち泊まんの今日？いやーどうやろ、8時前ぐらいに出て、うん、8時前ぐらいに感じおばちゃんが、あのおばちゃんが書いてくれたのか。へぇ、うまっ。どんどん食北海道良かった。北海道まあまあ、俺家にずっと引きこもってたわ。もう金上がらんからな、うん、こっちのが楽だよね、うん、だけどやっぱ、うん、沖縄の時はもうちょっとなんかあれ行き先を、うん、もう時間整理して、うん、もうげっちりこう回ってきたい。うん、石垣も行きたい。石垣いいね。ありがとう。
ぱみんな言うけど、俺が売名してるからね。ん？俺のが明らかに和道とやったら、俺のが明らかにかそってるからね、今完全に。ねえわ。え、最近。ありがとうございました。逆に稼いでる。4倍稼いでる。もう閲覧いらないでしょ。いや、閲覧もやっぱ欲しいな。ある程度欲しいね。ずるいわ、ほんと。来週の10日秋田県さん。はい、失礼いたします。すげえよ、まあ、20代でさ、200万とか稼ぐってやばくない？ありがとうございます。バブリーだ。もう置いてかれた感がすごい。何なんか分からんけどな。まあ、出会いだよこれ。もういいリスナーさんに出会ったとしか言いようがないよ。いおいらっしゃい。ヒロがパソコン配信してるの違和感あるな。そうやな。違和感ある。でも昨日ダーツ投げてる時2カメだったから、うん、あ導入したかと思って、うん、ダーツ俺の方がうまいよ。すごい。だいぶうまい。マジで絶対負けない。あんなマジで。はい、失礼いたします。余裕で勝つ。じゃあプリケット対決する？いいよ。絶対勝てるよ。マジで。カウントパッドどれくらいいく？あ、それやらへん。ゼロワンか、うん、プリケットしかしな。はい、じゃあ、グッバイ、またね。ありがとうございました。こういうのがいたら、俺のリスナーさん、めげずにコメントしてください。え、これは、テルのリスナーなの？それとも、なんか俺のアンチがテルのところに来たの？うん。どっちか。テルの固定のリスナーじゃないんだ。俺がブロックされてるから、こっちに行ったって。ごめんね、テルリスナーさん。本当に申し訳ない。それは申し訳ない。アラスが湧いちゃった。バカありがとう。誠よ。やってるも香ばしいになってるわ。昔ちょっとやっぱ重要やなと思った。うん、全然違うよね。全然。記録の残り方がいいよね。うん、バカありがとう、のんちゃん。
鮫島で買ってもらってた。いいの。やばい。丸いで、15,000円以内で、あの相手のことをプレゼントって言ったんですよ。ありがとうございます。でもまあ悪くない。別にこれだけ、これとまだ1%。うん、カメラ変えた。固定なんだ。多分一緒。オッケー。そこに、大輔か、アイドルユーザー多分相手でマッシャーいいと思う。多分ね、イケメン2人で3人になると思う。いや、多分かぶり、内藤龍介君と俺かぶりすぎてるところがあるから。確かに向こう側に行った方がいい。わかるよ。なるほど。こういう時やぞ、マクドって。ここは叩いていいと思う。ここで叩けばいいと思う。で、他はメンツ誰か集まった新しく。あれ、人数少なすぎるでしょ。そうそうそう。いや、でも、仮想とか、うん、まあ、ちょっと地面でなくても、うん、場所、別に誰が配信回すかによって変わるからさ。CH が回すからかと思う。でしょ。そう。だって別に、それは関係ないと思うよ。うん。トレーさん、広志と阿智って解放でしょ。おじさん、広志と阿智解放でしょ。広志阿智解放。あ、ありがとうございます。すいません、はい、トロタクって細巻きってできますか。できますよ。あ、じゃあトロタクの細巻きと、トロタクを細巻きで、あと手巻きで明太子で。はい、ありがとうございます。はい、お、細田さんお疲れ様です。茶蒸しください。出てきたよね。お時間15分くらいに食べる。食べる。行く。あとはおー、花火ありがとう。そうそう、ありがとうね。ありがとう、花火。はい、よろしくね。はい、よろしくね。ガス綺麗になってる。トビカメラ変えた。新しいウェブカメ、はい、定番のロジクールにした。レッツノート買えば。いや、これでいいかな。嘘、もう重いでしょ。うめえよ。はい、サンキュー、ありがとうございま
めっちゃもう張るもんな、こう出る時とか、朝とか。やばい。やばい。ありがとうございます。演奏園みたいになります。風船ジョークありがとう、ラオさん。どうも。シーヘッジマンチェスターユナイテッドのユニフォーム着てたからうまいと思ったら下手だった。シーヘッジ下手、なんだろうね、運動神経いいのになんか下手だよ。ウーロン茶ください。ウーロン茶、はい、ありがとう。コーラください。はーい。一番の下地様でウーロン茶とコーラご用意です。はい、ありがとうございました。ヘルめっちゃいいやつだよ。はい、いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。メンズ練習で練習か。どうぞ。カドビチョブロリーです。え、ダーツ結構通っとった？うん。これマジで？絶対分からん。マジで？うん。あんなひどすぎるもん。マジで？フォームが違うもん。ダーツやったことないんだ。ダーツあんまダーツ面白くないみたいな。マイダーツとか買えばいいじゃん、ハングス戦。全然変わるよ。マジで。全然変わる。でも旅配信やったらかさばるの嫌だもんね、荷物が。はい、すいません。昔マイダーツ持ってた。今持ってない。やろう。え、時間あんの？7時までは夜の7時。2人でじゃあやるか、ダーツ。急遽ダーツ対決やることになりました。卓球もできんの？卓球は全然できない。無理。あのパルパルがアーメンで意外と運動神経めっちゃいいな。ボーリングとかもうまいし、卓球もうまいし。え、ボーリング対決にしない？ダーツ対決。ダーツ対決、まあ、ボーリング2ゲームして、ダーツ対決でしょ。あ、いやいやいや。ダーツとボーリング、やろう。ボーリングはそんな上手くないよ。そうなんだよね、軽すぎてね、顔が狂うよ。ゴジラ前でバスバスゲームやります。こないださ、ゴッドさん、あそこです。そう
アルバル今ヒカルコンといるんです。そうですよ、ほんと仲いいよな、あの二人。この二人仲いいね、昔からタイプ全然違うじゃんね。うん、喧嘩突でなんか知り合ったらしい、ね、そしたら家族とかやり合ったらしい。戦友なんだ。はい、どうぞ。白身さん、うん、お世話ありがとう。いや、ボーリング2ゲームとダーツで、そしてゴロの借りを。ボーリングはスコアはアベレージはどんなんだ。逆超えるか超えないかだよ。どれくらいいく。いやでも そんなでしょ。ボーリングは負けるかもしれない。ダーツは絶対負けない。あのどっちが勝負強いかですな。どっちが勝負強いか。クリケットってどうやってんだっけ。全部取ってんだけど全部取ってんだけど、どうなったら勝つんだっけ。トータルポイント、トータルポイント。だから20から潰した方がいいよ。そうそうそう、20、19、18、18だから。で、埋まると3本入ると潰れるんだっけ。そう、うん、負けないな。えぐい罰ゲーム考えてやろうか。そうやな、ボーリングは負ける正直。多分運動神経的に無理。ビリヤードは俺神ってるから。ビリヤードと、ビリヤードなんかもう俺に絶対勝てない。ビリヤードやってそうやもんな。ハスラーだからもう。あ、そういう系すごそうやもんな。ビリヤードは俺はもう絶対勝てる。球の軌道カーブさせたりとか跳ねたりとか余裕でできる。成田が田舎の方ってさ、あの遊ぶ場所がないのよ。で、2-4 でやってるのがダーツとビリヤード、うん、みんなたまるのよ、もう、わ、なんていうか、なんていうか、バカどもが。あ、でもビリヤードもやりてえな。失礼します。あ、はい。あ、こっちですか。はい。お待ちになります。アミール、通報ありがとう。ビリヤード、ダーツ。まあ、でも、ボーリングは、面白いじゃん。ボーリングは面白い。リンゴさんね、フォロワーランキングは、リスナーさんだけが分かる、その、いくらアイテムを投げたか。だからリンゴさんが相手も投げれば投げるほどテルちゃんピンのフォロワーランキングは上に行く。あとね、とあの上位の方には得点があるからね。あ、そんなの。テルちゃんピンリスナー何があるの。1位が、うん、これにした。どうしたの。このメガリ、いや違う、普通の安いのくれちゃうけど、これのペアお揃い。僕とお揃いつけられる。お前ら1位のやつこれつけたいでしょ。お前らそれ半端なく高いやつだな。4倍。いらない。タバコ吸ってくるわ。つけたいんだもん。ミラクル。あ、だい。
まあ、19時ぐらいまで、19時前ぐらいまでやってる対決を、あと5時配信でやってる。バカです。ハードです。アキラでした。何が嫌われる理由があんの、うん、俺のリスナーさんたちは嫌わないでね。俺のリスナーさんたちは俺と仲良くする人たちのことを囲ってあげてる。あ、いらっしゃい。お、新宿食べんねや。あ、すみません、リプキンです。はい。リプキンです。すいません。リプキンです。この後、リプキンなんですよ。ごめんなさい。テキヤだ。私たち、リスナーさんを嫌うことはない。あんまり絶対嫌わない。風船ありがとう。4万もする。シャンピン囲われてるな。そこに奥に行った入り口のところに喫煙所があるから、すげえかっこいいことやりやがった。あいつタバコ吸いに行くふりして会計払いやがった。クソかっこいいことやりやがった。クソかっこいいことやりやがった。ダーツとビリヤード俺出すわ。でもそれがあれしょ、負けたもんか。負けたもんか。クソかっこいいかっこいいっすな。いいことされたわ。俺がやらない、俺がやらなきゃいけない感じだった。うん、チャンピンだよ。やられたね。かっこいいね。現地到着した？マナユ。お、なんかマナユは、マナユがなんか青山多いはい、どうも。お茶さん前です。今から行くわ。よこせ、よこせ。今から私に行くわ。ありがとうございます。だからそれは私に行くから。どこにもう出る出ようか、うん、コーラコーラ、うん、世界で一番美味しい飲み物コーラ。
全然関係が違う。これ40校じゃないですか。ここ、留学は先ほど。お疲れ様です。美味しかったです。どうも、お疲れ様です。千葉行くけど、テルと合流した。うわ、雨すげえな。どうする？やばいな、雨。雨が濡れる。おい、やば。びっちゃびちゃになるわ。雨やば。今歌舞伎。うわあ、やばいやばいやばい。雨やばい。雨やばい。うわ。もう行く？早っ早っ。嵐だよ、さっき。嵐だよ、さっき。おいっす、どうもです。おいっす。雨がやばい。びっちゃびちゃびっちゃびちゃ。雨やばい、雨やばい、雨やばい。パソコン壊れる。やばいやばいやばい。あいつ、鬼の速さであいつから消え去るという。ひとかげバーって。ひとかげがゲットされた。そうだね、雨対策で必要だね。みんなどっち勝つと思う？ダーツ。まずダーツから、ボーリングから。ボーリングから行くか。ボーリングから行く。何回や？四回じゃ。紅茶。うん。何ぐらい？これのこと言っとったやつ。あれ、前日1台820円。どうぞ。ありがとうございます。すいません。あ、食おう。いい。どこだろう。ボーリングから行こうか。ボーリングから行こうか。頑張るよ。名前テルでいいの。勝負します。ちょ、バッテリー充電したいな。うん、バカありがとう。バカありがとうね。映像来てる。
げぞーって。安定した？みんな。見えてたら教えて。どう？見える？カクつく？多分今安定してるはずなんだけど。ここに機材置いていい？ここに機材置いていい？電波飛ぶ？まだ多分今行けるっしょ。オッケー、みんなどう？今オッケーでしょ。
らっしゃい。パフェありがとう。オッケー、映像映像オッケー、みんな見やすい、これオッケー、オッケー、ありがとう。これから、みんな俺から行くぜ。
攻撃だ。あーすげー。投げ方下手俺。3ポイント差です。3ポイント差。
僕のスコアは119です。僕のスコアは109、119、あ、135、俺135、
早かったー、早かったー、俺135で、でも確定でしょこれ。今の勝負はですね、僕勝ちました。135対107で僕の勝ちです。みんなスコア書いといて。135対107、俺の勝ち、俺の勝ち、バチ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 勝ったよ、みんな。パワーがあんま辛くしようかな。
そろストライク取りたいよね。みんなストライク見たい？ごめん、一本残す。58対49です。うわ、やばっ。
コメントが止まってんな。ね、誰かコメント書いて。まずいこれ。バグってる。じゃあ、1-1 ってことで。そうだよ。
もう一回やる？もう一回行こう。もう一回行きます。3ゲーム目でもうこれ勝負決定。いやー、追い上げた。ちょっとコメントがバグってるんで、枠取り直します。あれ、あ、コメント来た来た、コメント来たわ、ありがとう。お待たせいたしました。アンダーナンボー11番。じゃあ行きますよ。11番の町の藤田さん。アンダーナンボー11番の町の藤田さん。コメント返ってきたね、オッケー。今ね、1ゲームは俺2ゲームテルです。1ゲームは俺2ゲームテル。じゃあそろそろ行くよ、ストライク。やばいな、あのピンの残り方やだな。あのピンの残り方やだな。いや、やだね。
しよしよしなんで乙女なんだよなんで乙女っぽいここは取りたい健康だからボーリングあ、うまいうまいあ、たまぁ難しいなたまぁたまぁいや、ちょうどいいぐらいのスコアだね実力の僅差だねはい、ガーダーはい、ガーダyou
負けました、負けちゃいました。110対140ぐらいいくな、これ負けたわ、負けた。おお、うまい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 わ。110対141で負けました。いやー、すげーな、すげー、すげーわ、あぶねー。いやー、マジか。ダーツは負けないから、ダーツは負けませんから、ダーツは負けねーぞ。いやー、すげーな。すいません、リスナーさん、負けちゃいました。いや、強えな、勝負強えわ。負けたか。負けないから、ここの料金かけてるよ、ダーツは負けないんで。どうもすいません、やばかったな、ダーツは負けないんで。ダーツは勝つでしょ。よっしゃよっしゃ。
支払いします。支払いします。生産が罰ゲーム。負けないよ。宇都宮のタコさんいらっしゃい。じゃあ汗がやばい。どうしたらいいんだ、あやさん。楽しいね。ダーツは絶対負けないから。ダーツは絶対負けない。ラグ更新するから待ってて。あれテルどこ行った？いた。いやー負けたな。悔しいな。どうした？すいません、ありがとうございます。荷物が多いからテルが転んじゃった。重っ、テルの荷物。テル、俺ここで待ってるから置いてくれば。あ、無理か。俺が持ってます、それ。テル。すいません、ありがとうございます。すげえな、その荷物。喉乾いたわ。ここ？次は勝つよ。ちょっと一回枠取り直したらみんなまた来て。ありがとね。さっき17歳の子がリアクションしてくれた。そんなリスナー俺にいたんだ。セッティングしてから行くわ。次は分かる。
OK、こんな感じで。じゃあ一回切ります。お疲れ様です。お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえで、お前バッドボタン押してんねん。もうやめてくれよ。